次、宇野なし。はい。高校生でさ、飛び箱ってどうなの？そういうこともあるんじゃないの？室梨さん、大丈夫？うん、大丈夫だよ。六段は、ダメか。なら、五段だ！私ね、シロナちゃんとは中学校の頃からずっと一緒だったんだけどね。うんうん、それで？運動は本当に何をやってもダメなんだよ。そうなんだ。室梨、五段もダメか。ならば、では行くぞ。ちゃん、まだ4段も無理なんだ。でも助走で転ばなくなったのは成長だよね。あれで成長したんだ。飛べないものは飛べないもん。